通にやりたい時間にって感じじゃない。ないよな。ないよな。っていうかタブレットでやったからタブレットだけの可能性もない。でも連動してるはずやから連動してると思うけど。ダンちゃんさんギフトありがとうございます。まあいいや、近くで読むわ。こんにちは。ああ、課題下に置いてきた。やろうと思ったのに。でも課題やろうと思ったらな、携帯をここに置かないとね、範囲がねないからできないんですよ。でもここだとコメントが一切見えないんですよ。なんなら顔も見えないんですよ、自分の。だからね、できないんですよ。最大にしとこうかな、コメントサイズ。見えへんもんな。台もある。あ、台になってるわ今。特大、特大はさすがにいけるやろ。台にしとこう。宇田和樹さんギフトありがとうございます。なんか一回切った方がいいんこれって。え、テロップしかも消えてない。頑張って入れたのに。テロップ出したね。反映されてなかったか。デイリーミッションが1日2回あるから。午前がな、もちろん配信したいねんけど、あの学校やから基本配信できひんねん。で午前って分けるんやとしたら8時までやねん、朝の。朝8時までってなるともうそんな時間ができないわけなんですよ。言うて15分とかで。そもそも体育大会の練習があるから7時40分とかに行く時もあるんですよ。ってなるともう絶対に無理なんですよ、確定で。だってそれより前にしちゃったらもうみんな起きれなくないですか。いや、もちろんそれは人が集まりやすい時間っていうのはもちろんあるねんけど、それは、まあ、U1 でも当たり前のあれやからそうなんやけど。スマタンさんギフトありがとうございます。じゃあね、早起き頑張るとかやなくてな、普通に学校の時間に間に合えへんから早起きても無理やねん。あんまり早すぎても起きられへんし、みんなで人集まらんかったら2回は開ける意味ないから。やったら集客の方に専念するんやったら3時間ぶっ通しとかでやった方が集まりやすいっちゃ集まりやすいのは思うねん。だからどっち優先の方がいいんやろうっていう。捨て星2周3周とか少しだけでも、15分。でも時間ないねんな、学校の前。しかも制服の上に服着やなあかんのと、配信終わってからあの配信内でできないことの準備もしなあかんから割と忙しいよな。ゴールドはためため星やから朝配信。ファンクさんギフトありがとうございます。な、人呼び込むことの方がいいよな。じゃないと無理やでな、多分中学生メンバーは。中学生メンバー言うても私しかおらんねんけど、私とあやぴょんやから。あやぴょんはできるから私だけないけど。オレオーズさん、オレオーズさん、あれ、オレオーズさんギフトありがとうございます。なんか間違えた私。こんにちは。そう、公演の日も大変やねん。まあ、公演の日は知らない、もう諦める。15ってあやぴょん出たっけ。台本来てるやろ。いや、来てないか、来てないかも、来てないわそういえば来てないわ。あやぴょんは出ないですね。出ない、あやぴょん。
いやでも大丈夫、なんか新 B2 で集まる気がする。何も聞いてないけど。上田和樹さんギフトありがとうございます。タカさんもギフトありがとうございます。ポジティブ、何の話やろ、どっから来たんやろ、どこの話やろ。おはようございます。シアンとのコラボ配信、そうやな、前回に誘ってやらんかったもんね。15時まで配信ないので面倒なのがごめん。とするミッション、知らない人のことですくらい。ん ?15 時までの配信ないので面倒なのが、コメントするミッションが知らない人のことでするくらい。ん？ナオトさんギフトありがとうございます。ご機嫌いかが。今日はもうルンルンで帰ってきましたよ。けど目が見えなくてちょっと困ってます。あまりにも目が見えなくて、今日な特に調子悪かったん。もう全然見えへんくて、あの最前の列なんやけど、最前の列のいっちゃ前に置いてある黒板の横に置いてんねんけど、ホワイトボードがあんねんな。もうそれの文字見えへんかってさ、こうやって見てた。もうやばくない？もう2メートルくらいしかない、 2,3 メートルかなしかないねんけど、まあそれは黒板よりはちっちゃいけど、もう全然見えへんくて、もうその距離で見えへんからさ、やばいよな。もう全然見えへんねん。やん008さんギフトありがとうございます。今日は調子悪い、目が困るね。知らない人の配信でコメントする勇気。あ、そういうこと？あ、なるほどね。私のことを知らん初めての初見さんがってことか。初見さんがコメントするのがっていうこと？うん。イベントできる限り支援します。やった。ありがとうございます。今日はね、じゃあなんかほんまはなルームス書きながらやりたかったん、もしくは勉強しながらやりたかったんよ。でもな、眼鏡かけたことあるよ。メイクしてる時じゃないと顔がひどい、肺が痛い。まあ勉強とかしながらやりたかったんけど、なんかなんかさ、なんかな何、豆もやしさんギフトありがとうございます。何の話だったっけ。コメントで10ギフト10字もらえるので、この配信かな、配信者さん、そうや、信者があかんのや。この前あのアンジュさんの配信で気づいた。配信者側って送ったら信者のところが不審になってて、多分信者と取られたんでしょうね。宗教的な話だと勘違いしたのか、星になりました。ところで顔恥ずかしいってことでは、そんなもん気にせえへんて。こっち側の話としては全く気にしてない。そらいきなりさ、顔面白いですねとか言われたらそら気にするで、そらえってなるけど、何この人ってなるけど、そんな気にせんでもいけるよ。相当なこと言わんと何もないで。こんにちは。勉強しながらやりたかったよな。わざわざ課題持って帰ってきてんな。でも3時間もあるから、取りに行けるっちゃ取りに行けんねん。取りに行こうかな。でもコメント読まれへんねん。でもな、眼鏡とかの問題じゃないねん。眼科行っても異常なしって言われるので、異常ないらしいので見えてないけど、コメント拾われるよ。自分も気にされてきた。あ、こんにちは。こんにちはってとりあえず困ったらやってる。私もアンジュさんの配信でこんばんはだけ送って、もう無、何も言わない。あー、典型型の、典型型やって、なんでやねん、典型文の
今日あかんわ。定型文の挨拶をして立ち去るんや。うん、全く知らん人やからか。なぜ入った、こんにちはとかで。みんななんで抜けるんや。身内推しの力持ちさんに2人ありがとうございます。アンジュさんのところでは困らずコメントしてあげて。いやなんかさ、ラグいやん多少でさ、なんかコメント読んでさ、たまにんこれの話何の話やったっけってなるときやんねんか。それになるのがちょっと怖い。いや何の話やったっけってなるねん、話してる側はなりやすいから怖い。お久しぶりに来れました、どうも、こんにちは。あそこアンジュさんショールームするのか。見ながらできんかな。いやさすがにそんな早い時間にやらんか。ジャックさんギフトありがとうございます。課題持ってこうかな。字早く大きくなってほしいな。公園からの YouTube 生配信よ。ええー、あーそっかそっかそっか、なるほどそういうことね。アンジュさんアカウント作ったんかと思った。そういうことか。あーそうやそうや、マラソンや。そういえばはい、コメントもポイントならへんのよ。なんか難しいね決まりが。おはようございます。みやちが YouTube でメイク動画。うんー、ショールーム後日か。まあ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 、いつでもいいっすよ。マラールームスカ行こうかなと思ってんけどな。んで勉強しようかと思ってんけどな。ココスタさんに2人ありがとうございます。 AKB さん目指します。な、どの年齢層はどれくらいなのか気になる。将来を見てるとアンジュさんの情報がよくわかる。確かにアンジュさん情報すごいもんな。情報網がとても整っている。大変そうやな。まあ今日元気やのに酸素足りてないからしんどいわ。酸素が足りひん、せっかく元気やのに。アポカリプスさんギフトありがとうございます。なんかいつも喉になんか威圧感あんねんけど、余計に威圧感が増すこれで。なんでこの服を選んだんや。へもへも。みなごんさんギフトありがとうございます。セブンオブナインさんもギフトありがとうございます。なんか常にあるこの喉の圧迫感もなんなんか気になんねんけどな。セリトツトリセツセリトツやばいな。セリトツ日記やばいな。しおりさんギフトありがとうございます。秋用のメイク配信予定ありますか。あー需要あるんやったらやろうかな。確かに私もやらなきゃ。めっちゃなんかもう喉、いやこれがなくても威圧感やねん。コメント来たわけじゃないで。本田さんギフトありがとうございます。セカンドオピニオン、だってこうやってても威圧感やもん。なんなんだよ。りょうさんギフトありがとうございます。ミニドラに見に行ってもらおうかな。まきこさんギフトありがとうございます。え、ほんまに気が良かなレベルなんやけど、どうしよう。この表面にもさ、物が当たることによってさ、なんかあ締め付けられてるっていう感覚が増すんよ。あの圧迫感としては変わってないんだけど、なんか圧迫されてるイメージがつくから余計に。本田さんギフトありがとうございます。たけしさんもギフトありがとうございます。喉が病院行きたいけどな、時間がないんだよな。出ないもう声が、
声ってどうやったら治るん？ GHP さんギフトありがとうございます。英語のローマ字の小文字はこの距離でもあんまり見えない。ファッション我慢だから、このこれじゃないねん、もともとの喉がもうすでに威圧感やねん。にこのなんかな、このこれ自体がそもそもの圧迫感なわけ。このこれ首な、首やとして、これ自体がそもそもの圧迫感を抱えてるとして、その上にあの当たってる、こうなってても隙間空いてても圧迫感やねん、この気配があるから余計にっていう状況だから、これが締め付けてる苦しいとかじゃなくて、この状態で苦しいってことなんですよ。なんでこれはどうしよう、課題取りに行こうかな。なんか圧迫感あると喋られへんねんな、めっちゃしんどい。一言でものすごく疲れる。ケビンさんギフトありがとうございます。そう、喉が痛いでもないし、なんか枯れてるでもないし、いや枯れてんのは枯れてるんやろうけど、うーん、あ、霊が取り付いてる、なるほど。何、なんかめっちゃずっと、じゃあ私首絞められてる、ひどくね、常にってこと、寝る時も学校行ってる時も今もひどくね、ずっとずっとってこと、ひど、どんな悪霊やねん。コウさんギフトありがとうございます。いやもう何もなさすぎるねん、原因がなさすぎて。そう、今日も酸素が足りてない、元気なんやけど、うん、唾飲み込むのがすごい大変。ヨッシーさんギフトありがとうございます。コウさんもギフトありがとうございます。着替えようかな、どうしようかな。持っとこ、いや持ってても変わらんねんけど、実際の圧迫は変わらんから。視覚的な問題、扁桃腺とかでもないねんな。いや私は腫れやすいからなんか基本腫れてんねんけど、多少の忙しさがあったらもう常にこう、もうこっちに持っていけるくらい腫れてんだけど。見えへんかなこれ、このガクってなる瞬間見えへんか、見えへんわ。寝るときマスクしてないよ基本。うん、めっちゃ疲れが取れた時は晴れてないけど、それ以外は基本晴れてる。ゼロさんギフトありがとうございます。ナオトさんもギフトありがとうございます。悪霊が、悪霊が、喉が、こんにちは。マイクトラウトさんギフトありがとうございます。着替えようかな、着替えたところでないけど。 1,2,3 さんギフトありがとうございます。しおりさんギフトありがとうございます。ウィルユーメアリー、あかん読め、あーもうコメントが見えない。気管支炎か喘息、喘息って診断されたことはないねんけどな。気管支炎、私なんて何、口呼吸じゃないです、私口呼吸ではないんですよ。平日には1日に1回配信する感じ、うん、あーイベント期間、分かる、無駄にしないために、無駄にしないために1回にするってこと、ということは1回以上はもしくは未満は無駄になるってこと、以上やったかな。エラ呼吸、どういうことどういうこと。まあさんギフトありがとうございます。ほんまになんか気管広げたいわ、これもめっちゃ気になんねんな。でも調べても出てこへんのよ、
なんかいい病院ないかな。なんかもう病院信用できひんくなってきた。なんかそんなもんそういう仕事やからって言われすぎて、もうなんかそういう病院に行かれへんくなってきた。まあ呼吸器官系壊れてる子、うん、ちらほらっていうか、もう私もなんですよ本当は。もう公園で歌われへんレベル。体調はいいんですよ、熱もないんですよ、めっちゃ元気なんです。ただ鼻は出てるけど、鼻と喉とこのこっちの喉とだけなんですよ。うん、14時59分でキラキラ星が来なくなって枕無駄になるよ。朝に、ああ2回だから計2回しなあかんってこと。無駄になるって言うたらあれやけど、まあ学生なんでねって感じです。何日前からある？1ヶ月前とか1ヶ月前徐々にとか全然分かれへん。最近のこと、うーん、最近の部類が分からへんねんな。どこら辺かによる。高低差、高低差やったら痛くなれへん。痛くはないねん。空気が変わった、違うんだよな。むくみがある、むくみがある。顔はでかいなと思ってた昨日の公演で。もいちょさんギフトありがとうございます。ブッフさんギフトありがとうございます。4位なん？すごい。あ、そうなんや。何人参加してるん？胸がドキドキする。そう、本当に毎日ドキドキしちゃう。胸の痛みがある。咳、咳ちゃう。体温は平常、咳は出る、痰は分かれへん、鼻水が出る、喉の痛みがある。喉の痛みはない。体のだるさがある。味覚が変わったと感じることがある。うん、ない。匂いの、めっちゃ匂い元から敏感やわ。元から敏感やった。オットセイの鳴き声や。なんでやねん。ケイドウさんギフトありがとうございます。おもろ、オットセイのような咳が。ドラゴンさんギフトありがとうございます。あ、コロナの後遺症？私コロナやったん？いつの間に？おもろ、オットセイのような咳って。英語くらいかな。前触れのない、うん、前触れのない十五分ない。鼻水について、無色透明か、わかる、無色透明。今までかかったら、ないないない、かかったことある病はないよ。わからない、診療してないんで。オットセイ、オットセイおもろない。なんで、なんでオットセイのような咳が出るって。返す返す、うん、喘息とされていません。息が苦しい、息切れ咳だね。強さ、うーん、睡眠が妨げられる。